ねえ、どうして見ないふりしたんだろう。君が傷ついていると分かっていたのに、何の言葉もかけられなかった。君が来なくなった時、今更になって後悔した。君を一人ぼっちにしていた。君は一人きりだと思い込んだ。音が君にだけ聞こえないこと。君が無理やり音を奏でていたこと。自分の自尊心をめちゃくちゃにして、周りに愛を還元しているふりして、傷ついて傷ついて、それでも何も言わなかったこと。もっと早く、たった一言、君が必要だって伝えていたら、君はこんなに泣かなくても、こんなに苦しい感情を一人で抱え込むこともなかったはずなんだ。君の心に響く、優しくて一番聞こえる言葉って、なんて言えば伝わるかな。